で、その際にキャブレターのセッティングで皆さんが大きく勘違いすること、もあるし、その辺の話をちょっとしてみたいと思うんですけど、まずそのさっき言ったようにキャブレター2種類あるけど、あくまでそのシンプルになことができる矯正開閉キャブレターでお話をします。で、できればね、僕が持ってるモンキーのようなね、ちっちゃいバイクにね、の短気筒ねのに矯正開閉キャブレターをつけて、いろいろやってみるのが一番キャブの基本を覚えるにはいいです。で、キャブレターは基本的にどことどことどこをセットするかっていうと、メインジェット、そしてスロージェット、ジェットニードル、それとアイドルスクリューとエアスクリュー、5つしか、この5つしか触れるところがないですよ、基本はね。まあ、もっと言えば、まあその夢の調整とかもあるんだけど、まあそこら辺はまあちょっともっと難易度高くなるので、話は置いておきます。はい、最終的にはそこも覚えなきゃいけなくなるけどね。で、その時にね、みんなが一番よくする勘違いが、低回転とか高回転の伸びがとか、回転でよくものを言われるんですけれど、相談を受ける時とかにね、高回転何千回転、7000から上が吹けないんですとか、3000回転ぐらいがぐずぐず言うんですとか、5000回転ぐらいがボコボコって言うんですとか、ああそうって思いながら話は聞くんですけど、その回転数はね、結果的な話であって、そこで改善はでき、それを教えてもらっても改善する方法の材料は何にもないんですよ。実はその回転数っていうのは、結果的にその回転数になったというだけで、実はどういうことかっていうと、このアクセルとさっきのピストンバルブが直結してるじゃないですか。で、このアクセルの回路、開ける度合いによって、そこの、混合機が、そこで作られた混合機が結果的に5000回転までしか回せるだけの混合機が作れてないとか、そういうことなので、そのアクセルの回路、まあ、ざくっと言うと4分割して、ここにもかマジックで書けばいいの前回と前閉と間にマス目を4つぐらい入れて、4分の1、4分の2、4分の3、4分の4ってアクセルの回路で書けばいいですよ。こうやってここに白ペンでも黒ペンでも何でもいいけど、でその回路に応じたセッティングをしていくと必ずうまくいく。で、アクセル回路0から4分の1ぐらいまではほとんどメインジェットとか関係ないです。ニードルもほとんど関係ない。そこで関係しているのはスロージェットとエアスクリューとか、そういうエアジェットかな、エージュンキャブだったらエアジェットがついてるかもしれないけど、そういう、ところ、またもしくはもともとの、スロットルの、隙間、カッタウェイっていう切り込みがあるんだけど、そこの隙間が何ミリかとか、そういうことで、まあ、回転数3000以下ぐらいですよ、はもうほぼほぼアクセル0から4分の1ぐらいまでの間っていうのは、そういうところでもうほぼセッティングが決まってしまってて、ニードルのクリップが何段とか、まあ多少の影響はゼロではないんだけど、メインジェットが何番とか、その辺が被っている部分は、被ったり燃えてないアイドリングが安定してない部分は、その辺はもうメインジェットがどうこうしようが何も改善しない。で、その時の目安はプラグがあるじゃないですか。プラグを外してみるのが一番いいんだけど、プラグのネジのところ、ネジ部が白く焼けてたり被ってたりするところで
判断すると割と分かりやすい。はい。でそこでまあもう本当にだからメインジェットが何番であろうとスロージェットとエアスクリューとアイドルスクリューがきちんと合ってればほぼほぼ2000、3000回転以下ぐらいは、で走るだけだったら何も問題なく走れます。うん、そこがピッと合ってればね。はい。で4分の1から4分の3ぐらいのところアクセル回路がだいたい3000回転から7000、僕のこれで1万回転までのタクメーターでいうと3000から7000ぐらいの中速域っていうのかなとかアクセルのつきとかを決める部分です。でこの子は何が大きい要因かっていうと、まあニードルのグリップの位置とかニードルの太さっていうかそのとんがってる針のテーパーの形状とかそういうところによってその途中の無化特性っていうんだけどその下にあるガス油を吸い上げてその綺麗な霧にするためのその作用を生むのはニードルなのでそこに影響するところが大きいです。はい。なのでその辺は本当針の位置もちろんメインジェットも多少関わってはきますがその辺、まあ、一番よく使うところですよ。その辺ってねとこの辺の真ん中の回転数って一番よく使うじゃないですか。でアクセルの付きがいい方がいいしそういう街乗りするにしても峠を軽く流すにしてもやっぱその辺はねニードルとかの支配するところが大きいけど一番みんなが 手を抜いてニードル変えたりテストしたりしないですよね。まあ、うん、難しいから一番、うん、でそこでニードルだけじゃなくてそこで油面の高さとかも関係してくるんですよ。なのでこの辺が一番奥が深いでそこが一番不圧キャブがうまく合わせにくいところ強制回転性能がまだ合わせやすいところになります。でここのねセッティングがどこで見たらいいかっていうとねプラグのね電極の下にね外資があるでしょ白いネジの中内側にあそこのね焼け具合がね割と参考に僕はしている。うん、あの辺が黒くすすけるようならもう話にならんし白く、ま、真っ白のままだったらガソリン足りてなかったりするしまあその時はねほとんどエンジンうまく回らない。うん、あそこが綺麗に茶色っぽく焼けてるとああいいかなってそういう判断をしています。はい。でアクセル回路の4分の3から4分の4いわゆるもう4分の3から全開までここだけですよ。ここだけがメインジェットの番数の支配がほとんどだってこれはね試すのが難しい。うん、結果的にねアクセル回路4分の3でも空ぶかしならねレッドゾーンまで回っちゃうから。なぜならば回ってしまうので、正しくメインジェットが適正な番数になっているかどうかが分かりにくいんですが、目安としてはもうやるところがないのだけれど、まあ、これは5速までのエンジンですけど、ミッションがね6速なら6速ミッションもしくは5速ミッションだと思うんですけどオートバイが5速全開でこのレッドゾーン付近でちゃんと加速をしていればメインジェットが合ってます。はい。4速や3速だったらここら辺に行くのは当たり前なのでそうではなくて5速でもちゃんと加速したそこに行けばメインジェットが合ってますがそれはエンジンの調子もちゃんと良くないとその回転域でそのだけで一番馬力出すところなので
まあ速度も速度だし、なかなか試せる人はいないと思います。場所もないし、なのでまあ結果的には2速や3速で、前回とかね1速とかでして、上の回った時のアクセルの突きの感覚で合ってるかなっていうぐらいしか多分できないと思います。がビットンピシャ合うと5速でもちゃんとそこが加速するよっていう話です。はい、それで、キャブレターのセッティングの話ですけど、そういう風に、勘違いしやすいのはアクセル回路、そして、前回行きはとても、セッティングでできないっていうことで、まあ、こういう大きいオートバイね、4気筒は特に同調とかの関係もありますからね、4つのキャブレターが同じように同調してるかっていうのも、だからいきなりはやっぱ難しいと思うので、小さいオートバイでね、学んでみてください。そして、基本は回転数の、低いとこから、回転数かアクセル回路の低いとこから順番に合わせていくということと、そして、濃い方から薄い方へ、薄い方へやっていく方がリスクは少ない。はい、でできるだけ目いっぱい薄いとこまで持っていく、薄い目いっぱい、まあ、言い方はおかしいけどね、なかなかねみんなねガソリンたくさん入れたらねたくさん燃えそうな気がしてね、大抵の人が濃い方へ行ってることが多いので、できることであるならば、できるだけ薄くて回るところを、された方がよろしいかと思います。はい、ということで、キャブレターのお話でございました。はい、皆さんも、やってみてくださいとは言いません。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。